よっしゃ、なんか来たぞ。お、あーあー、なんだ、一瞬で切れたな、一瞬で切れたな。俺今よそ見しとったんやよそ見しとったんや、完全よそ見しとった。うん、お腹だ、お腹だな、多分、多分ね、うん、パスッと切られてる。はい、ということで合わせちゃダメージな、はい、ということで合わせちゃダメージなにしようと思います。ダメだね、なんか飲まれるわでもいますね、間違いなくお腹おるわ。はい、今多分当たってきたのが2キロないぐらいかな、うん、完全に飛びちゃった。今ね、向こうで COT さんやってるのよ。で、今どういう風に仕掛け流してるのかなってちょっと見てた瞬間にライン引っ張ってました、はい、今のが合わせてダメージになったら取れちゃったかもしれんけどダメやな、やれましたね。まあ完全に未来はありますね。今潮が変わる瞬間やったんやな、潮が変わる瞬間やった。今右行ってたのが今いきなり左に行ってたの、行ってるんで、このなんか一瞬の流れのタイミングだったんやな、これ。あっと、今の合わせちゃダメージなんかよそ見してなければなよそ見してなければな、くっそー。オーナーがめっちゃ湧いとるんやけどな、めちゃめちゃ湧いとるけどな、コナガからオナガから磯組やら、もう動画で映ってるのか分かんないけど、めちゃめちゃ湧いとるけどな、うっそー、ダメだこれ。うわぁ、むずいな、波が高さがあるけんな。高さがあるけんな。うわ、あら、イスズミじゃ、あら、イスズミでした。あー、お腹ってるわ、イスズミだな、イスズミの巣窟だな、これイスズミの巣窟だわ。半分、ちょっとはいる、いるのはいるけど、グレー、白いの尻尾が白と黒といるけど、
一斉組のが多いな。うわ、マキエドンピシャに入れても食わない。マジか。マジか。おいしい。マジ。マジ。パリはあります。はい、ということで、なかなかね、お長も釣れないし、ちょっと暑いんで、ちょっと釣りの休憩がてら、ここのね、東のさらしの水深を見てみたいと思います。ここ東のさらしはね、こっちがね、こうドーンと壁になってるんですよ。まあ、壁というか崖というか、こういう感じだよね。どんぐらい高さあるんだろう ?100 メーター以上あるんじゃないかな、頂上まで。こんな感じのね、場所なんで、多分海は結構そのまま直に落ちてるんじゃないかなと思います。今回ね、この魚探はね、こちらディーパーチャーププラス2になったんですよね、新しく。で、これで今回ちょっとね、水深の方を測っていきたいと思います。前のチャーププラスよりも一番変わったのが倍ぐらい長めする。 GPS なしだと確かね、10時間8時間か10時間かとかテロップに書いておきますけど、結構ね、長むしろになったんで、ずーっと魚探でね、船とかでね、やるにはめちゃくちゃ多分いい感じだ。で、それ以外にも普通にこういうとこで、水深が見れるんですよ。なので、ちょっとね、水深と、ちょっとそこに薪へ巻いて、今、なかなかね、ずーっと食わないんですよ。1時間、2時間とかね、もう当たりもしない。で、オキアミが、微妙にかじられるとか、もうそんなレベルなんで、なかなかね、厳しいんですよ。だから、水深っていうのかな、その、魚がいる棚をちゃんとね、これね、一回把握してね、イスズミが多いんですよ。多いんですけど、イスズミとかいる、その水深をちゃんとね、把握して、このね、この魚探で、見ていきたいと思います。何をするかというと、このね、チャーププラス2を海にドボンと、まず落とします。で、これね、スイッチが入るんで、で、スマホの Wi-Fi と、あれを接続すると。アプリを起動させます。フィッシャーソナーというアプリをね、はい、すると、ちょっと見えてるかな、こっちも。多分、画面録画中になってるんで、大丈夫と思いますけど、接続中、今、水深が 10.9 とか、11.5 とか、もう真下で10メートルあるって結構深いよね。もう真下で10メートルもあるんだ。はい、行きます。今、ちょっと投げてみますね。せーの。よいしょ。はい。今ね、あそこ見えるかな？12、3メートル投げて、今水深出てますね。18.3、18.2 とか。約ね、あそこで水深18メートルあるんで、竿3本かな？あそこで竿3本という水深がありますね。はい。これすごいよね。こう見るとすごいよね。17。こっちに行くと少し浅い。こっちの方がちょっと深いかな。はい。ということで、一旦回収して、ちょっとね、さっき自分がね、釣ってそこ、そっちに釣り場あるんで、ちょっとそっちで、ちょっと面白いことをやってみましょうか。これを投げますと。はい、ちょっとボーンと、はい。隣の人は一体何をしてるんだろうかと思われるかもしれないですけど。はい。で、あの魚探に薪を投げます。うん、ちょっと魚のアイコン出してなかった。魚めっちゃおるね。めっちゃおるわ。お、ちょっと多すぎだな、これ。設定でね、これいろいろ変えれるんで、感度をちょっと下げよう。魚のサイズは、でも LM? M にするとでも消えちゃうんじゃないかな。なんか出てんな。結構いるね。いや、結構イスズミがね、多いんだよ、本当に。
いやすげえな、今ここで15でこっちの方ちょっと深いんかな。すげえすげえ、ちょっとビームをちょっと小さくしよう。魚がいすぎて、ちょっともう一回やろう。さあどうでしょう、下の方にはいるっぽいね。あ、魚ちらほら見てきた。まだ魚探の範囲に入ってないか。魚探が上からの角度なんで、あれなんですね、どうしてもちょっとずれちゃうんだよな。この辺やったら反応するんじゃない。あ、そうそう、今上にいたからリスズミが今湧いてたから寄ったんだけど、あ、いるね。やっぱり海底の方にもなんかいるね。13メートルとか、うん、そうそう。あー、ダメだね、ちょっとね、どうしてもちょっと巻き絵がだいぶずれちゃうから難しいな、うん、まあでも大体わかった。あー、そうそう、6メートルね。今反応が6メートルよかったけど、大体ね5、6メートルぐらいで、結構今下がってる。多分あれをドボンドボン巻いてる、投げ直してるからだろうけど、今7メートルとかぐらいで反応してるでしょ、うん、合ってる、うん、今下がってる結構。さっきまで魚探を投げるまでは結構ね浮いてたんだけど1回目浮いてたんだけど今下がってるわ。あ、なるほどね。まあでも大体、はい、わかりました、うん、まあこんな感じで、まあ水深もね、ここら辺は16メートルぐらい、その辺で、ね、16メートルとかあるんで、まあ、水深が大体分かったと。まあ、でもこの時期はそんな深くは狙わないんでね。おお、これはでもイスズミかな、イスズミかな、イスズミかな、これは。あー、なんかドドドドドドドなってる。クオ持って、よいしょ、おイスズミの可能性ある。お長じゃないな、なんかブン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 首振ってるもんな。よいしょよいしょ、おー、すげえ曲がり、姿だけでも見たいね、とりあえず。よいしょ、姿だけでも見たいわ。よいしょ、あ、なんか当たった、なんか当たったな、当たったわ。やっぱりイスズミでした、やっぱりイスズミでした、イスズミ。よいしょ、重って、はい、ということで取れました。こう見たらお長に見えないか、見えないわな、50センチぐらいかな、50ちょっと切るぐらい、47、8の、ズミです。ババタレとか、まあ、いろいろ名前ありますけど。マジか。あー、もう、あー、疲れた。全然来ない。で、CODS はかけてるんだけど、取れない。でも大体ね、多分大体イスズミ。秋に群がってるやつらが、ほぼイスズミなの。ほぼこいつ、尻尾がね、黒いやつがほぼ多い。
9割を占めるぐらいこいつらです。もっとねでかいスズミもいるんだけど、やっぱねお流しはなかった。あーもう、あーちょっと一休憩しようかなと思います。まあまあ2キロぐらいあるから、かなり重いんで2キロぐらいあるイスズミでございました。なんか点々模様やってるけど、はい、リエスしてます。今日はね、今日はなんだかんだでまあ涼しい感じですね。風がまた吹いてきて、まあ休憩中なんですけどあっち、そうお弁当忘れてました。こちら今日のお昼ご飯でございます。あんまりねパン系統って買わないんだけど、どうしてもね割引のやつがなくてこれ買いました。ジューシーハムサンドの、40% 引きですね。しょうがない、ないものしょうがない、それはもうちょっと値段に走っちゃう。パンはね、やっぱ炭水化物が多いかあんまりねあれなんだけど、まあ、一応お昼のねあれで買ってるんで、はい、じゃあいただきます。うん、やっぱりうまいね、うまいわ。いやー、イスズミだらけ。そして最後の一頭でございます。はあ、いやー難しかったな今針が競技口部とですか、競技口部との5号をつけてるん でたまになんかねグレが持ってってるね、塩気がね少しこう早めにシュッて動いたりしてるから、絶対コッパがねなんか食ってんだけど食い込んでいかないというかね、何なんだろう、なんかね難しいいやーもう今ね14時20分なんですよ、今この現時点でね。これを回収したら終わりです。明日は見えあんまり魚見えないと思うけど、結構ね結構イスズミが多いです結構イスズミが多いですおかしいけど、ほんとイスズミだらけだね、イスズミパラダイス、そんな感じですね。オナガはあのねいなくはないレベルかな、頑張って見つけりゃいるかなぐらいな、そんな感じですね、いやー今日もお疲れ様でしたって感じやな結局西の花で何枚か釣ったグレしかいないみたいな、もうそんな感じですね。思ったより釣れなかったな。いやーほんと沖黒島はほんと修行ですね、ダメかなこれも、はい、というわけで回収して餌は餌あるんだよな触ってんだよ、絶対触ってるよ、触ってる、はい、これは、道糸をきれいに負荷なく巻くための一頭ですね。これはこうやってスルスルこう軽くねテンションをかけながら、軽くテンションかけながらおかしいけど、はい、ということで終了でございます。ちなみにもう COTU さんはそう畳んでおりますね、はい、ということで私も裏に行って畳みましょうか。あだだだだ足がマジかよ最悪、今ね収納してたのよ、見てこれ、いやこのトップね、トップのここ、次のガイド、トップから次のガイドのところが硬くてこうやって入れてたらパキッ折れました。最悪、マジか、うわだいぶ折れたもんなこれは詰めてどうのじゃねえな、もううわマジか、釣れないわ、竿折れるわ、いや折れないようにこうやってこうやってやってたの、だからパキッと折れてさ、そんなことある、もうショックだわ、マジかよ、まあ、とりあえず片付けるわということで、3時ちょうどに
お迎えが来ましたね。多分ね、どっか半島周りからの回ってきてたと思うんで、はい、ということでとりあえず荷物を乗せていきたいと思います。はい、ということで、上がっていた東の更地でございます。あ、いいとこだったんですけどね。はい、ということで、迎えに行きましょうか。次を。